ドム、星さん。封印担当のおじさんの寿命で封印が破られそうだからランダムに人族を召喚して正しい心を持った人族に仕事を引き継いでもらおうと思ったらそのうちの一人がテスト失敗してスーパーヴィラインになるわ。もう寿命で選んでいる暇ないわと言って最後に召喚した人族の子供に引き継ぎをお願いするとかガバガバな管理者によって翻弄されるストーリー。なので、主人公のシャザームは正しい心を持った少年などではなくいい感じのおクソガキ様設定。この映画は非常によくできたファミリームービーでありこの真面目くんじゃないいい感じのおクソガキ様が主人公である部分がこの映画のメインターゲットに自分も選ばれるかもしれないといった希望を持たせることができるように作られておりべね。何よりも主役のザッカリー・リーヴァイの演技と体作りがヤバすぎでよくもここまで彫刻のような肉体まで作り上げたと感心。何よりも子供っぽい演技がディモール・トベネであり、15歳っぽい演技だけど反感を買わない演技がお上手すぎます。素敵なハゲとしてめちゃんこ演技のお上手なマークストロングも嫉妬するヴィランを上手に演技しており、この人どんな役でもできるな、と感心。最後にパワーレンジャーするシーンもよくもまあこんなにムキムキで器量の良い人族をたくさん集めたなぁという印象。最後は筋肉に囲まれて熱苦しい展開がディモールトベネ。これ以上ないくらいよくできたファミリームービー。